独り立ちを始めたグループインフィナイト出身のホヤがミュージカル砂時計でミュージカルデビューする。12月5日から来年2月11日までタダタケチュムアートセンター大劇場で上演される創作ミュージカル砂時計は1995年帰宅時計と呼ばれ、当時最高視聴率 64.5% を記録した国民的ドラマ砂時計を舞台化した作品。混乱と激変の韓国の現代史の中で複雑に絡む3人の主人公の友情と愛、そしてすれ違う運命と選択を描いた。最近インフィナイトを脱退したホヤはミュージカル砂時計で優れた剣道の実力を備えた警備員ベク・チェヒ役を演じる。同名のドラマで俳優イ・ジョンジェが熱演したこの役は、お金と名誉を追いかけるより愛する人を黙々と守る人生を選ぶキャラクターで大衆から愛された。ホヤはミュージカル砂時計で狂人で人間的なベク・チェヒをリアルに演じ、これまで見たことのない新しい魅力をアピールする。2010年、グループインフィナイトのアルバム、ファーストインバージョンで音楽界にデビューした。ホヤは TVN ドラマ、応答せよ1997に出演し、演技力が認められた。その後、仮面、超人家族2017、自己発行をミスなどを通して演技活動をし、映画、ヒアで2016年、第36回黄金撮影賞受賞式で新人男優賞を受賞したりもした。グループインフィナイト脱退後、心のこもった直筆手紙でファンに感謝と申し訳なさを伝えたホヤは、テレビやスクリーンではなくより近い距離でファンとコミュニケーションするためにミュージカルの舞台を選んだ。ホヤのグループ脱退が伝えられると、ミュージカル砂時計制作陣は彼に個別のオーディションを提案し、彼は自身の夢と今後の活動方向などを慎重に考慮し、出演を決めた。ミュージカル砂時計の制作陣は安定的な演技力と優れた感性が期待以上の俳優だ。他の俳優よりも遅く作品に合流したが、ベク・チェヒというキャラクターを自分だけのスタイルで完璧に描くはずだと信じているとし、ホヤの才能と情熱に大きな期待を表した。ホヤのキャスティング確定で話題を集めている創作ミュージカル砂時計は12月5日から来年2月11日までタダタケアートセンター大劇場で公演される。